アメリカ空軍大学は空軍専門の教育を実施する機関でアメリカ空軍の軍団の一つ航空教育、訓練軍団の主要機関アラバマ州マックスウェル空軍基地に所在する第二次世界大戦後アメリカ政府は航空兵器の遺憾以上に空軍の専門的教育を継続することが重要と判断しアメリカ軍の独立した部門として 空軍を創設する計画が提唱された。1946年、ミュアエス・フェア・チャイルド将軍の指導のもとに、新しいプロの軍隊の教育システムを制定した。その後、空軍が対処すべき多様なニーズに応えるために、カレッジやその他の学校軍を中央管理する総合大学の設立を構想し、空軍大学を設立した。専門的軍事教育。 大学院教育などを行い、その他は、将校、歌手官などや文官に対して、各レベルの教育を実施し、指揮官、幕僚、統率者、管理者を育成する。専門的で学位を授与できる計画的な教育によって、空軍の要求する、科学、技術、経営管理、その他の専門的分野の教育を授業で行う。空軍大学は、 特に航空宇宙に関する教育、リーダーシップ及びマネジメントの調査研究も実施する。また、任務前の隊員に最適な進路を提供、空軍の特技分野について認定をする。空軍ドクトリン、コンセプト、戦略研究や開発にも貢献している。通称は ACSC。空軍式枠領大学は選抜された将校が、 指揮官や幕僚としての任務遂行能力を習得できるように教育を行う機関。空軍中級将校、陸海軍及び海兵隊将校、国防総省から選抜された文官、世界各国から派遣された将校などがレジデンスコースに入校する学生である。空軍式幕僚大学に入校するためには選抜試験を経て入校する方法と、 セミナー家庭と通信教育の3種類がある。レジデンスコースに選抜されなかった将校は、グループ討議が通信教育を受けることになる。通称はアフィット。空軍工科大学は、オハイオ州ライト、パターソン空軍基地に所在する。米空軍司令部の統制下で、空軍の要望に応じるために、科学、技術、医療、管理及びその他の分野について、教育を施す機関。 そのため、この大学の教育科目は選抜された証拠や文官用に作成されている。また、その中の一部の教育及び訓練プログラムは国防総省や陸軍、海軍、海兵隊などのニーズに応じて提供されてもいる。さらに、これらの教育課程は国防総省及び諸外国の軍隊の有志各社に対しての入校の道が開かれる。 この大学の教育プログラムは技術学校、システム、平坦学校、施設、サービス学校、文化教育プログラム等に対して実施される。ちなみに空軍工科大学のカタログは基地の教育事務所で入手可能。カタログの主な内容は教育プログラムの紹介や入学手続きが記述されている。また空軍工科大学では 年間およそ800人が卒業する。さらに、学位を持たない学生や、医学の学位を持つ学生、法学教育を受けた750人の学生が卒業する。各種継続教育を受講した学生が、空軍工科大学を年間約3万人卒業していることになる。通称はアフロトック。空軍予備役昇降訓練課程は、ROTC の空軍部門で、 上級軍事大学六校などを中心に多くの大学に設置されている。歴史ルタク自体は1916年の国家防衛議案により制定された。空軍の前身たる陸軍の航空隊が正式に発足したのに伴い航空隊将校の育成のため1920年から1923年にかけてカリフォルニア大学、ジョージア工科大学、イリノイ大学、 ワシントン大学、マサチューセッツ工科大学、テキサス農業工科大学で航空隊専門のルタクが設立された。これが後のアフルタクである。第二次世界大戦終結後、ドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍が全米の77の大学にアフルタクが設置するという一般指令第124号にサインし許可することでティルタクはより拡大されていく。 50年代に入り、女性をアフルタクに採用すべきという案が提出され、1956年から1960年の4年間に実験的なプログラムが実施された。ちなみに、同時期に空軍士官学校が設立される。1964年になると、ルタクの活性化を目指し、ルタク活性化法が成立した。これにより、2年間のシニアプログラム、 ジュニアプログラム、奨学金制度が制定された。また、女性主観候補正が1969年にシニアプログラムに、1973年にジュニアプログラムに採用された。1978年、航空訓練軍団がアフルタクの実行責任を継承。その後、1993年に航空訓練軍団が空軍大学と統合され航空教育。 訓練軍団となると、アフルタクは空軍大学に引き継がれることになる。プログラムシニアプログラムシニアプログラムは、カレッジや総合大学などに通う学生から空軍士官候補生を募り、教育士官候補生の任命を行うプログラムである。訓練隊は、米国内やプエルトリコを含む150近くの大学に所在している。学生は850以上の都市で、 登録科目もしくは、協定科目を受講できる。参加学生数の最高は1986年の23,605人で、最低は1993年の1231人で、ある。民間基準として、一般的な最初の2年間プログラムは14歳以上30歳以下、後半の2年間のプログラムは17歳以上30歳以下が条件である。 奨学金対象の主幹候補生も17歳以上30歳以下が条件である。なお、任官されるには年齢以外にも国防総省が規定する身体適性及び精神評価基準に合致する必要がある。また、アフルタクの採用は空軍兵士からも行われている。方法としては ROTC の優秀なヤーマンとして奨学金を受給している者が 部隊長により、アフロトック奨学金受給者に指定され、6年以内の勤務者に認定されることである。エアーマンとしての奨学金とカレッジ奨学金は、中央委員会で選択することになる。この両方の奨学金は、2年、3年、4年の3つの奨学金制度であり、学士課程を修了することが前提となる。また、年齢制限があり、35歳未満であることが、 必須となる。30歳以上の応募者の場合は、通常より厳しい基準が設けられており、2年以内に学士の取得が必要となる。教官は、経験豊富な空軍士官から選出され、階級は、大佐から大位までの4階級である。また、体官までに5年以上あり、修士の学位を有する、もしくは、正規、修身の予備役であるのが条件である。 選出された教官は、マックスウェル空軍基地のアカデミック、インストラクタースクールで、教官としての教育を受ける。また、アフルタク部隊長は、専門学部の教授であることが必要である。以上の各プログラムを終了後、士官候補生は、空軍将位に任官し、4年間の勤務を義務、続けられている。パイロットなどの特別な操縦訓練を受け任官した、場合、 10年間の勤務が義務付けられ、ナビゲーターなどの場合は6年間の勤務義務を負う。その他、看護大学卒業生などの医学専攻者は、空軍看護部隊に所属し、看護試験に臨む。合格後は、4年間の勤務義務を負うことになる。看護試験は2度のチャンスしかないが、2度とも不合格の場合も、戦闘部隊士官と任官し、4年の義務を負う。ちなみに、 医学進学課程から医学部に入学した士官候補生は卒業まで学位取得の支援がなされる。法学専攻の2年次の学生はアフルタク法律プログラムを卒業後空軍へ入隊することになる。ロースクール課程を修了し放送資格を取得している場合は法務官として認官することになる。米国放送協会の認定するロースクールを卒業後学生は 連邦裁判所あるいは最高裁判所での法律事務研修を受けることが可能であり、新任の法務官は入隊時に採用規定及び入隊命令によって階級が指定される。全授業料及び必要経費の全額負担年間授業料及び所要経費の合計1万5千ドルまでの負担、CSP を参考とする国内授業料の定額負担ジュニアプログラムジュニアプログラムは、 14歳以上の高等学校学生に航空宇宙科学教育を施すことで創造的市民を育成することを目的とする。航空宇宙技術の歴史及び科学的側面の教育を学生に対して行っている。この事業はシニアプログラムとは違い、空軍隊員の募集を目的としておらず、学生たちが空軍に入隊する義務はない。 教員は空軍を体感した士官、または、歌士官である。フルタイムの学校教員で、その地域の学校教員審査会で選定される、必要がある。航空宇宙科学の教育が6割、リーダーシップ教育が4割を占める。飛行や航空宇宙環境、ロケット工学、プロペラ推進、宇宙旅行、宇宙船などの歴史を学ぶことになる。また、これらと同時に、 軍隊での習慣、儀礼、人間関係、一粗通報を学ぶ。このジュニアプログラムには特別な配慮があり、特別なアフルタクで特別な奨学金が支払われる。ほか、プログラムを2年間終了している場合、大学でのルタクを1期間免除される。3年間終了している場合は、大学レベルの全学年に対するアフロトックの参加が保障される。また、 3年終了した後に高等学校を卒業。そのまま軍に入隊した者は、同期入隊者よりも2階級上の給料が支払われる。空軍品質管理学校は、主に空軍の品質管理教育を行う。1991年に上級将校のリーダーシップ強化のため、開設された。総合的な品質管理の向上のため、指揮官や、 例下の部隊のために指揮管理の構想と方法、手段及び助言を行うことを主な教育目的としている。空軍品質管理学校は全ての品質関連文献と情報間に関するセンターとしてトータルクリオティ業務を推進している。また、同校では TEQ コースを開発、運用し、教育訓練システムに t q を統合、助言者を提供する。 空軍大学図書館は、初代館長のミュアエス・フェアチャイルド将軍に敬意を示して、フェアチャイルド図書館とも呼ばれている。同図書館は、約70名のスタッフが勤務しており、そのうちの30名ほどは、専門学科の上級学院の保持者で構成される。蔵書の数は、図書が28万冊以上、軍事関係定期刊行物が53万冊以上、地図や海図が62万枚以上である。 また、全世界から1900もの新聞雑誌を購入している。通称は AWC。空軍戦争大学は上級職業軍人教育学校である。指揮官や幕僚配置につくために選抜された大佐や中佐クラスの士官の教育を行う。教育、カルキュラムでは軍事戦略、空軍戦力の運用などを重点的に学ぶことになる。入校学生は、 政府が国家安全保障政策を決定し実行するために資源を獲得管理する方法を分析研究する。カルキュラムで学生は国家紛争の原因や紛争の傾向を分析評価して地域の不安定を収めるために適切な国家安全保障政策を検討する。また、これと並行して調査などのプログラムを進め、 学生が特に興味を持つ地域を深く学ぶ機会を提供する。10ヶ月間の AWC のレジデンスコースの教育プログラムは空軍現役将校、州空軍及び予備役、その他の米軍軍人、同盟国軍軍人、連邦政府各省庁から選抜された文館に開かれる。レジデンスコースには年間約250名が入校する。 このレジデンスコースに入学できなかった人のために AWC が通信教育及びグループ討議などの教育プログラムを用意しており内容はレジデンスコースとほぼ同様となっているその他のプログラムには年間約5000名が入校する通称は CAP アメリカ合衆国における民間自主防衛組織組織の正式マークにはアメリカ空軍支援部隊 民間航空パトロールと表記されている。主に空軍志願者の軍事訓練及び要請、成人への軍事及び、組織戦略の教授、空軍支援におけるレスキュー活動や、上空偵察、分析、調査、荷物輸送などの活動を行っている。組織の運営は主に退役軍人、元幹部候補生、及び指定されたプログラムを終了したものによって行われている。 また党組織における階級はアメリカ軍の階級と同じである。軍服も多少のロゴは異なるが、アメリカ空軍と同じものである。組織自体はアメリカ空軍の指揮下にある、非営利団体であるため、メンバーの活動はすべてボランティアである。集会も基本的には週1回程度であり、仕事が多忙で集会に参加できず、幹部としての席を保持したままのものも多い。 緊急時には空軍に招集されることもある。また、組織自体が会員制であり、入会するには FBI による経歴調査と指紋の提出が必要である。ボランティア団体であるため、軍服などはすべて自費であり、会員は年に80ドル程度の会費を払う必要がある。指定されたプログラムを終了した者は CAP の幹部として軍事会議への出席や、 自分のペースに合わせた多方面な軍事教育が受けられるため、学生や社会人に人気がある。またパイロット志願者への訓練はあるが、21歳以下の会員にのみ認められる。在日米軍基地にも CAP の支部が存在する。このような支援部隊は空軍のみだけでなく、パブリックヘルスサービス、ノア、c g オグジリアリー、UNNATO、NASA、シュビリアン、 ステートガーズなど各機関に存在する。歌手間職業軍人教育大学は職業軍人である歌手間の軍事的リーダーシップや部下管理能力の育成のための教育を実施している。大学はマックスウェルのギュンター地区に所在し、歌手間職業軍人のための大学は空軍上級歌手間アカデミーが中心で、米空軍の北米大陸全土の歌手間アカデミーの 教育指導責任を持つ。カレッジの教育部は、可カ視カンアカデミー及びエアーマンリーダーシップスクールの教育計画開発、管理運用の責任を有する。さらに、カレッジは、現在の教育課程用と将来の教育課程の教育計画の作成を行うと、主にアカデミーや関連学校の教官養成の教育を行っている。教育課程は7週間で、 講義、セミナー、自主研究で構成されている。主要な教育分野は、軍事学の常識的部分、リーダーシップ、部隊管理、意思疎通法などである。また、複数の選択科目が用意されている。年間、約2000人ほどの専任0 0科士官が入校し、約3万3000人が通信教育を受けている。通称はキャドリー。空軍ドクトリン。 調査及び教育カレッジは、航空宇宙戦力運用理論を開発、国家の目的に適応させるための研究を行う、最高機関で、空軍力調査研究所、空軍ウォーゲーム研究所、戦闘研究所、情報研究所、教育サービス研究所、高級幹部会の6つの機関により構成される。主に、空軍のコンセプト、ドクトリン、戦略などを開発、 解析することを目的に、作戦計画、支援計画、作戦運用の研究を実施している。スタッフたちによる、研究の成果は、米空軍が発行する、エパワー・ジャーナルなどの専門誌、公開討論、討論会に関する記事にて公表されることになる。キャドリーの教育機関としては、公開講座研究所が存在する。職業軍人の教育機関であるほか、 昇進制度に関する教育、経歴管理のサポートも兼任する。ちなみに EC は以前は独立した機関であったが、現在では教育サービス研究所の一部門となっている。通称はカフ。空軍コミュニティカレッジは、歌詞館のカレッジであり、米国では最大のコミュニティカレッジである。クカーフは、米国南部の各種学校、カレッジから軍の学校及び、 OJT 機関としての地位を公認されている。そのため、これらの一般学校からの職務に関する科学分野の転校生を受け入れている。空軍の60%以上の歌手官は、この区カーフに登録されており、歌手官に管理能力、技術能力、リーダーシップなどの強化を行うことにより、即応体制の強化に大きな貢献をしている。愛らしいエーカーカレッジは、 専門的開発のためのカレッジで継続軍事教育プログラムで学ぶ学生の母集団となる組織である。年間5000名の学生がカレッジの継続教育プログラムに入学する。初等士官教育正騎士官訓練部大使館学校第42航空基地航空団はマックスウェル空軍基地及びカンター支所のための全般管理部隊で様々な組織を支援。 人員を派遣している。ありがとうございます。